とりあえずこれでここらにあった属性の宝力全部回収したな。これで全世界にある宝力全部回収したことになるんだな。ああ、精霊のカゴが消える前に純度の高い属性の宝力を入手できた。あとはあいつの帰りを待つだけだな。あの野郎、今回初めて同じ任務になったが全く仕事しやしねえ。今もどこをほっつき歩いてやがるか。おい、電話鳴ってるぞ。コオロギ。ああ、わかってるよ、あいつだ。なんだ。コオロギー、あなた今任務だったかしら。ああ、今任務でスイスだよ、何の用だよ。どうせスイスにいるならスイス名物のお菓子をたくさん買って便通で送ってきて。は、金は。あんたね、日頃から強化に付き合ってあげてるんだからそれくらい出しなさいよ。お前のストレス発散道具にされているだけだろうが。っていうか、今お前はどこにいるんだよ。日本の東京で毒虫メンバー全員で女子会してる。優雅だな、クソ野郎。何が優雅よ、みんな都合が合うように仕事を各自終わらせた後なんだから問題ないわよ。闇の組織が堂々と店入って大丈夫なのかよ。我々は暗殺者、名前や素性がバレている時点で暗殺者失格だと思わない？ねえ、アリ、それは私にもその言葉のナイフ刺さるからやめて。私みたいに姿そのものを変えたらいいのでは。それか私や店頭みたいに慈善活動に参加とかすれば表でも動きやすくなる。そうね、表のパイプって大事よね。そうかよ、俺はお前らと違って世界の人気者だから無理だ。それであんたたち任務はどうなの？終わったの？ああ、終わったがあいつが帰ってこねえ。地球防衛軍の隊長も来てるからな。さっさとポンズらしておきたいんだけどな。ああ、ならあんたたちだけで帰ってきなさいよ。あいつは強い生物が近くにいると任務関係なく殺しに行く、厄介なものだ。自分より弱いものには興味持たないけどね。ってことで、終わってさえいればあいつは文句は言わないわ。さっさと帰ってきなさい。面倒ごとに巻き込まれたくないならね。それじゃあ切るわ。おい、待て、お菓子はやらね。さて、これで次の女子会の出し物が決まったし、遅くなったけど。毒虫の新規メンバー、天童の正式加入のお祝いをするわよ。ありがとうアリ、わざわざみんなで祝ってくれて。女子メンバーが増えて嬉しいのよ。去年が年老アリの二人が死んだからね。そうそう毒虫の男はなんか関わるの面倒な人ばかりだし、女子グループくらいは仲良くってね。あら、それは嬉しいわ。ほら、次は私と昼で居酒屋に行くから今日は寝れないわよ。私はまだ15だ、やめとこう。私も18だからパス。私、お酒苦手なんだけどな。はぁ、のんきなもんだぜ。とりあえず帰ると、任務は完了したんだ。面倒ごとはごめんだ。ああ、そうだな。あいつにはメールだけ投げておくわ。俺たちはスイスの街で買い物してから帰るぞ。は、結局行くのかよ。行かねえとお前も蜂の巣になるぜ。ち、さっさと行くぞ。コオロギから連絡か。ふむ、属性の宝力は全部回収したから撤収する。いいだろう、つまりここからは業務外のプライベート。せっかくの強者だ、楽しませてもらうぞ。嬉しい誤算だ、まさかこのタイミングで協力者を得ることができるとはな。ここまでのクーデターを起こしているやつだ、どれほどの実力者かと思えば。そこか、用が冷めたな。お前、精霊の鍵がないのにどうやって侵入した？壊した、それだけだ。壊した、あの強固なる結界を、ちょっとやソフトの実力者でも不可能だぞ。強者を求めているのか？ああ、心当たりあるのか？ある、今から数時間以内に地球防衛軍の隊長がここに来るだろう。しかも来るのはあの天の枝、相手に申し分ないと思うが。詳しく聞かせろ、場合と条件によっては協力してやる。任務完了の連絡が入った後であること、単独行動であること、任務内容は聞いていた。俺は目標さえ達成できれば他の市長が死のうが関係ない。属性の宝力と精霊の鍵は各自にくれてやる。だが、精霊の顔を司る結界石はこちらがもらうぞ。効力を保つ魔法陣から出して半日。この結界石の効力が切れるのは魔法陣から出してから24時間。効力が切れるまでは破壊不可能。厄介なカゴを加えられていたものだ。さあ、ここまで来ることができるかな、地球防衛軍。これが結界ね。鍵は4つ全部あるから解除したら一気に最上階まで行くわよ。今更だけど穴とかは大丈夫かしら。そればかりは気をつけるしかないわ。でも相手は悪神教、即死系や必殺系の罠が来る可能性があることもしっかり考慮しておいてね。了解。それじゃあ解除するわよ。あっつ。溶岩地帯、塔の中は想像以上にキテレツな仕組みみたいね。この溶岩地帯で生きそうなのね。ってことは少なくとも地水化風の4層はある可能性あるわね。放火さんは大丈夫なんですか？できることなら早く出たいわね。新
いわ。離れて。さすがは天の絵、俺の剣を素手で止めるか。お前は、毒虫。お前がここにいると情報が入ってな。俺も今はフリーだ。少し相手してくれよ。ふざけるなよ、ムカデ。名も姿も隠さずに。何度も何度も私を相手にして逃げ切れると思うな。勘違いするな。お前は俺の遊び相手だ。飽きたらそりゃ捨てる。強さが桁外れだわ。隠した。俺は弱者には興味ない。お前は先にでも言ってろ。俺の邪魔をするな。解力、天魔地外伝。大阪さん、ぬるい。あなたも学ばないわね。私に武器の類が効くとでも。やはり突く読みと指揮と天の絵は別格だ。単純な破壊技が全く通用しない。今回も俺が満足するまで相手してもらうぞ、天の絵。すごい。今の私じゃ。ゲルカ、先に行くのけ。相手は放火の仕掛け認めておらん。賛成だ。ここは放火に任せて先に行きましょう。こいつを必死に相手しても異変には全く関係ないんだよ。わかってるけど。無理だ。姿すら追えない。私だって過去にナンバー4や副団長と対峙しているのに。なんでこんなに格の違いを見せつけられるのよ。ゲルカ、どうするのけ。ここは放火さんに任せる。私がここにいても足手まといなだけだしね。それに私には本来の役割がある。ここで止まるわけにはいかないよ。言ったわね、よく判断したわ。悪いけど任せたわ。2層は強風の谷、3層は海底、4層は地底迷路風。本当に放火さんが言ってた通り治水化風になってた。今は5層、巨大迷宮。おそらくここが最後の層。これを超えたら空間の距離的に最上階の可能性が高い。いつ何時何かが起こってもいいようにしておかないと。ずっと同じ風景。感覚を惑わせる系の迷路ね。もしもの可能性のためにハンカチを置いておこう。これで進んでいるのかループしているのかがわかるわ。ハンカチ。ループしてるじゃない？これが最後の層？どこかに攻略の糸口があるはず。ゲッカ様、幻惑系なら、私を使ってもらえれば。そうか、今の私は幻惑系の能力も使えるのね。私の力、真実支配を使ってください。幻惑を、完全に解きます。わかった、いや、力を借りるわね。共鳴支配、怪人規制、いや。真実支配、幻惑解除。一本道になったわね。ビシビシ来るね。こりゃ大物の予感やな。主人、我らの能力間違えんといてな。ふふふ、我の力を振るえばどんな敵もそくるん。みんなの能力はしっかり予習したから大丈夫。ガフ、まだ私喋ってるのにあぬ。冗談だよ、プルートもよろしくね。あぬ、任せるあぬ。さあ、みんな。行くよ。精霊たちの世界を守るよ。いいところを月下名に取られた。もう、髪飾りは壊れるし。真打ちのせいでずっと猫耳ついてるし。雫とパラ先輩で猫耳メイド喫茶でもやろうかな。なあんちゃって。フードがついてる服買おうかな。でも私フード嫌いなんだよな。せいやめー、助けてくれるならせめて回復くらいしてくれてもいいじゃない。あの人昔からケチなんだよな。支給品とかなかなか渡してくれないし。でも昔に比べて結構かっこよくなってたな。私、ちょい悪系が好みなのかな。ホテルに帰ったら、オカマ塾、でも見よ。心配だ。実に心配だ。ラウダーに喋るなと言われたが、もし例えば天の絵隊長に話したら。なるほど、つまり BL で言うとラディウスが受けてラウダーが攻めね。愛せない者同士、地球を守る側と壊す側の禁断ラブ。ふ、それもまた、一興ね。とか澄ました顔で言われるんだ。あの駆除した隊長め。くそ。ホテルに帰ってユニガールズデイズ、でも見よう。
聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。